者トーマス。お話聞かせてトーマス。汽車の絵本4、頑張れ機関車トーマスより、トーマスと車掌。トーマスは自分の視線がとても自慢でした。ソドー鉄道の中で一番重要な場所だと思っていました。トーマスが引いている客車はアニーとクララベル。古いのでペンキを塗り替えなければならないほどでしたが、トーマスはこの二人が大好きでした。アニーは乗客しか乗せられませんが、クララベルは乗客のほかに荷物や車掌も乗せることができます。線路を行ったり来たりするとき、トーマスはアニーたちに歌を歌ってあげます。それに合わせアニーとクララベルも一緒に歌いました。トーマスは駅を出発するとき歌いました。さ、早く遅れてるんだ、さ、早く遅れてるんだ。アニーとクララベルも進もう進もうと歌っています。二人はトーマスに何を言われても気にしません。トーマスがトップハムハット教を喜ばせたくて急がせているのだと分かっているからです。それにもしトーマスが怒ったとしても、決してアニーとクララベルに怒っているのではなく、遅れる原因を作った本線の機関車に腹を立てているのだと知っていました。ある日、ヘンリーの列車が遅れていて、トーマスは待たなければなりませんでした。だんだん怒りがこみ上げてきます。ヘンリーが毎回こうやって遅れるんじゃ、僕も時間通りに走れないよ。トップハムハット卿は僕を頼りにしているのに、イライラしながら言いました。そこへやっとヘンリーが来ました。怠け者、何をやってたんだい？怒ったトーマスが言いました。故障しちゃって誰も直せなくってさ、大変だったんだ。ヘンリーがぼやくと、そんなのただの運動不足なだけさ、トーマスが言いました。山のような荷物を持った大勢の人たちがヘンリーの列車から出てきて、アニーとクララベルに乗り込みました。トーマスはその乗客たちが落ち着くまで待たなければなりません。やっと車掌が笛を吹くと、トーマスはすぐに走り始めました。車掌は慌てて振り返って列車に飛び乗ろうとしましたが、老婦人の傘につまずいてばったり転んでしまいました。車掌が起き上がった時には、もうトーマスもアニーもクララベルも駅から出るところでした。進め進め、トーマスは言いましたが、クララベルは嫌がりました。車掌さんを置いてきちゃった置いてきちゃったとメソメソ泣いています。アニーはトーマスに、車掌さんが乗ってないわ乗ってないわと伝えようとしましたが、トーマスは全く聞こうともしませんでした。さ、進め進め、トーマスは早く進みたいとそればかりです。アニーとクララベルはブレーキをかけたいと思いましたが、車掌がいないのでそれもできません。車掌さんはどこ車掌さんはどこと泣いています。トーマスは信号のところでようやく止まりました。嫌な信号だな、
何があったんだ？さあね、車掌がすぐに教えてくれるだろう。機関士が言いました。トーマスたちはその場で待っていましたが、車掌はやってきません。ピーピーピー、車掌さんはどこ？トーマスが尋ねました。置いてきちゃったのよ。アニーとクララベルがメソメソ泣きました。機関士と助手、そして乗客たちが見ていると、線路沿いに向こうから車掌が片手に旗、片手に笛を持って一生懸命走ってくるではありませんか。みんなは歓声を上げました。車掌は走って疲れたのでまず座り込み、水を飲んで駅からここまでのことを話しました。ごめんなさい、車掌さん。トーマスが謝りました。君のせいじゃないよ、トーマス。僕が傘に引っかかったせいさ。ほら、信号が降りてる。遅れた分、急ご。アニーとクララベルは車掌が戻ったので嬉しくてたまりません。思わず歌い出しました。どんなに急いでもいいわよ、どんなに急いでもいいわよ。こうしてトーマスたちは終点に今までにないほど早く着いたのでした。トーマスの視線をみんなに紹介しましょう。出発はナップフォード駅、次はドライオー駅。ドライオー駅のそばにはハロルドのいる飛行場があります。次の駅はトリレック、そしてエルスブリッジ。エルスブリッジの近くの橋です。それからキンドリー夫人の家。トーマスの視線にはキンドリー夫人の家があります。キンドリー夫人は雨で土砂崩れが起きていた時急いで知らせてくれました。トンネル、トーマスが雪かきをつけないで走っていたらトンネルを抜けたところで雪に埋まって大変な目に遭いました。トンネルを出るとハッケンベック、そして終点ファーカー。ファーカーから石切り場につながる線路で新しい警察官に会ったので挨拶したらうるさいって怒られちゃいました。汽車の絵本6、緑の機関車ヘンリーより。ヘンリーと石炭。こんなに調子が悪いのに誰も心配してくれないや。ヘンリーがぼやくとジェームスが、何言ってるんだい、全然頑張って働いてないじゃないかと言いました。ヘンリーはジェームスよりも大きく、ゴードンよりは小さい機関車ですが、たまに全然力が出ない時があります。トップハムハット卿も言いました。君はお金がかかりすぎる、ヘンリー。部品もたくさん取り替えたし、ペンキも塗り替えた。それなのに何一ついいことがない。このままだと新しい機関車と交換するしかないな。それを聞いてヘンリーも機関士もそして助手も悲しくなりました。ヘンリーがプラットホームに入ってくるとトップハムハット卿が待っていました。
帽子とコートを脱ぎ、作業服を着ていました。ヘンリーに乗り込んだところで出発です。助手が、蒸気の調子が悪いな。火を焚いても熱が上がらない、と言いました。ヘンリーは力を出そうと頑張りましたが、うまくいきません。蒸気が十分に上がらず、とうとうエドワードの駅の近くで止まってしまいました。ああ、どうしよう。もうおしまいだ。ヘンリーは思いました。エドワードが列車を引き継ぎ、ヘンリーは後ろで止まっていました。トップハムハット卿は助手に、ヘンリーのどこが悪いのかね、と聞くと、助手は汗を拭いながら、石炭のせいでしょう。最近使っているのが質が悪くて、今日のはもっとひどいんです。他の機関車は加湿が大きいのでなんとか熱が上がっていますが、ヘンリーの加湿は小さいので熱が上がらないんです。ウェールズの石炭があればもっと力が出るんですが。トップハムハット卿は、あれは値段が高いんだぞ。でも、ヘンリーにもチャンスをやらねばならんな。ジェームスに石炭を取ってこさせよう。ウェールズの石炭が届き、ヘンリーの機関士と助手はワクワクして言いました。さあ、みんなに見せてやろうぜ、ヘンリー。そして慎重に油を差し、ボディが金のようにピカピカになるまで磨きました。火はもうついています。助手が石炭の大きな塊を外側を囲む壁のように置き、その真ん中の火の赤々と燃えるところに小さな塊を置きました。そんなことしたら火が消えちゃうじゃないか。ヘンリーが文句を言うと、まあ見てろって。助手が答えました。そのうち火が燃え上がるから。助手の言った通り、ヘンリーがプラットホームに着くと、ボイラーがブクブク泡立ちました。ヘンリーが嬉しそうに蒸気を吹き上げると、とても大きな音がしたので、トップハムハット卿も思わず見に来ました。調子はどうだね、ヘンリー。ピッピッピー、絶好調です。機関士、火はどうだい。最高ですよ。蒸気もよく出ています。あまりけしかけるなよ。トップハムハット卿は笑って言いました。けしかけるだなんて、むしろスピードを抑えるくらいですよ。本当にこの日はヘンリーにとって素晴らしい日でした。こんなに気分が良かったことは今までありません。もっと早く走りたかったのですが、機関士がそうはさせてはくれませんでした。焦るな、ヘンリー。時間はたっぷりある。そしてヘンリーは乗り換え駅に早く着きました。トーマスがやってきたので、ヘンリーは言いました。どこにいたんだ、怠け者。君たちみたいなノロノロ機関車は待っていられないよ。じゃあね。去っていくヘンリーを見て、トーマスは、うわー、あんなヘンリー見たことある？とアニーとクララベルに聞くと、あんなの初めて、と答えました。今度はソドー鉄道の本線を紹介しましょう。始発はナップフォード駅。次の駅はクロスビー。ウェルスワースはエドワードの支線の始発駅。ウェルスワース駅の近くのスクラップ置き場で
エドワードはトレバーに出会いました。ゴードンの丘。ゴードンの丘で止まってしまったゴードンをエドワードが後ろから押して登っていきました。丘を下るとマロン駅、クロンク、キルデイン、ケルスソープロード、ソドーエアポート、クロバンズゲート、ヘンリーのトンネル。このトンネルは昔雨の日に緑のボディが濡れるのが嫌でヘンリーが出てこなかったトンネルでした。ビカーズタウン。ビカーズタウンの転車台で調子が悪かったゴードンは止まれなくなって溝に落ちてしまったのです。汽車の絵本13、ダックとディーゼル機関車より。ダック床屋さんへ行く。ダックはエドワードの駅に来ました。なんてことだ、ディーゼルのせいでトップハムハット卿にも他の機関車たちにも最低なやつだと思われちゃった。ダックは嘆きました。するとエドワードは微笑んで、君はそんなやつじゃないよ、トップハムハット卿もわかってるさ、見てごらんと言いました。ダックはエドワードと一緒にいると幸せでした。そしてエドワードの貨車や客車を運んであげたり、他の機関車が丘を登るのを後ろから押して助けてあげたりしました。それでもゴードンやヘンリー、ジェームスはダックに話しかけようともしません。ある日ダックは貨物列車を押して丘のてっぺんまで行きました。ピーッピー、さようなら。ダックはこう言うとゆっくりと下り線へ移りました。ダックは丘を勢いで下るのが大好きです。風がヒューヒューと流れるのを感じながら楽々進めるからです。思わず鼻歌も出てきました。その時急にピーピーピーと音がしました。車掌さんの笛かな。でも車掌さんは乗ってないはず、ダックは思いました。機関士も笛の音を聞き振り返りました。急げダック、急ぐんだ、急に焦ったように言います。脱走した貨車が追いかけてくるぞ。荷物をいっぱい積んだ20台の貨車が追いかけてきました。行け行け行けと大笑いです。脱走だ脱走だ、脱走してやった。信号手がポイントを切り替える前に貨車たちはダックに続いて下り線に入ってきてしまいました。追いかけろ、ぶつかれ、脱線させろ、叫びながらダックの後ろからスピードを上げて突進してくるのです。さっきの笛は貨車たちにブレーキ車から振り落とされた車掌が吹いていたのです。
ダックの機関士に危険を知らせるために笛を吹きながら走ってきたのです。どうします？助手が尋ねました。機関士は、全速力で進もう。貨車もすぐに追いつかないはずだ、真剣な顔で言いました。ダックたちはエドワードの駅をものすごい速さで駆け抜けましたが、それでも貨車たちはついに追いついてガッシャーンとぶつかりました。助手はブレーキ車に乗り移り、ブレーキを力いっぱいかけたのでキキキーッとすごい音がしました。機関士も注意深くブレーキをかけながらスピードを抑えます。あと1マイルくらいで止められそうだ。カーブを曲がると、見て、大変だ。次の駅に乗客を乗せた列車が見えました。しかも同じ線路を出発したばかりです。男子は逆転機に飛びつきました。そして思いっきり力を込めて蒸気を出し汽笛を鳴らします。あとは頼んだぞダック、機関士は言いました。ダックはありったけの力を振り絞り貨車たちを抑えようとしました。貨車たちはダックの力に押されながらも、行け行けと進みます。でもダックの方が貨車を抑え込んでいきました。必ず止めてやる、絶対に、ダックは言いました。駅はどんどん近づいてきます。列車の一番後ろの客車がプラットホームを出ていくところでした。もうダメだ、思わずダックはそうつぶやいて目を閉じました。その瞬間です。ダックは線路を逸れてうめき声を上げながら対比線へと滑り込んでいきました。ガッシャーン、バリバリバリ。操車場の隅にある床屋さんにダックは突っ込んだのです。ちょうど床屋さんはお客さんのひげを剃っているところでした。ダックは木の壁に開いた穴から顔を出しました。お客さんはびっくりして飛び上がりましたが、床屋さんはなだめるように、ただの機関車ですよと言い、お客さんの顔に石鹸の泡を塗り続けました。ダックが、すみません、突然お邪魔してと言うと、床屋さんは、許さん、お客さんがびっくりしてしまったじゃないか、壁も台無しだ、こうしてやるとダックの顔中に石鹸の泡を塗りたくったのです。かわいそうなダック。トップハムハット卿が着いた時、みんなは貨車の片付けをしていました。床屋さんは作業員たちに、機関車が店の壁を突き破って入ってくるなんてことがあるかい、お客さんにも迷惑をかけてしまったじゃないかと文句たらたらです。お怒りはごもっともです、トップハムハット卿は言いました。お店は修理させていただきます。でも一つだけ申し上げたい、このダックと機関士の勇気のおかげでもっと大きな事故にならずに済んだのです。あなた方も大怪我をせずに済んだのですぞ、トップハムハット卿はさらに付け加えました。まさにカミソリ一枚の差で助かったのです。床屋さんは、おお、そうでしたかと言うとお店に戻り、水の入った洗面器を持ってきてダックの顔を洗い始めました。
悪かったな、ダック。君がこんなに勇敢な機関車だったなんて知らなかったよ。するとダックは、いいんですよ、僕も自分が勇敢だとは思っていませんでした。トップハムハット卿は、お前は本当に勇敢だ、実に誇らしい。今度大西部鉄道の蒸気機関車シティオブトルーローがやってきたら君のことを話しておこうと言いました。ダックは、本当ですかと、しばらくぶりにとても幸せな気持ちになりました。ダック、修理が終わったら早く家へ帰りなさい。うちって操車場のことですか？もちろんだとも。でも僕、他の機関車たちに嫌われているんです。みんなディーゼルの方が好きなんです。トップハムハット卿は微笑みながら、いや、わしはそもそもディーゼルを信用したことはない。君がいなくなった後、ヘンリーのことでまた嘘をついていた。だから送り返したよ。機関車たちも後悔して君に戻ってきてほしいと願っている。それから 2,3 日後、新しいペンキを塗ってもらってピカピカになったダックが操車場に帰ってきました。みんな大歓声を上げて、大西部鉄道のダックを迎えたのでした。今度はダックの視線を紹介しましょう。ダックの視線は、ティドマス、ホールトラフ、アールズバーグウエスト。ダックの視線は海沿いを走るとても気持ちのいい路線で、ダックもとてもお気に入りです。ダックと同じ大西部鉄道にいたオリバーが手伝うことになって、ダックの視線は小西部鉄道と言われるようになりました。汽車の絵本24、機関車オリバーより、トードの手助け。オリバーが修理から帰ってくると、貨車たちはとんでもない歌を歌っていました。貨車のリーダースクラフィーが先頭にいます。オリバーは役立たず、自分を賢いと思ってる。俺たちを仕切れるなんて思ったら大間違い。俺たちに命令する姿はすごく間抜け。井戸からポンと落っこちろ、オリバー。機関車たちは貨車を押して黙れと命令しました。でも機関車のいないところで貨車たちはまた歌い出します。ついに機関車たちも諦め、止めてあげられなくてごめんね、オリバーと言いました。僕が悪いのさ、オリバーが悲しそうに答えました。次の朝、トードが言いました。ダグラスさん、心配だよ。貨車たちと来たら機関車をバカにしてひどすぎるよ。もっとひどくなる前に止めないとね。でもどうやって？とダグラス。トードが言います。考えがあるんだ。僕もオリバーも大西部鉄道から来たし、助け合わなくっちゃ。このことオリバーに伝えてくれない？ダグラスは、じゃあ僕がオリバーのところに連れてってあげるよ。でも彼は小さすぎるし、うまくいくかな。
ダック、トードの言う通りさ。でも、僕が何とかしなきゃ。余計なことを言っちゃったかな、とトード。オリバーは、大丈夫だよ、トード。機関士さんも協力してくれて、駅長さんに話をつけてくれたんだ、と言いました。ダックは、それはよかったな。オリバー、お客さんが待ってるから、僕はもう行かなきゃ。いいかい？ステップニーから聞いた砂の使い方のコツをくれぐれも忘れないでね。バックするとき、レールに巻いて、車輪で踏み固める。そうすれば、がっちり線路をつかめる。貨車を懲らしめてやって。成功を祈ってるよ。オリバーは、ありがとう、じゃあね、とにっこり笑いました。でも、内心はとても心配でした。トードが言いました。オリバーさん、僕を車止めに使いたいんでしょう？まあそうなんだ。オリバーは一番たちの悪い貨車を2台ずつトードの前に並べました。トードはうなずいて、こうすれば奴らもそう悪さはできないね。スクラフィーをオリバーさんのすぐ後ろにつないで、悪さを始めた時ドカーンとやってやればいい。ダックが駅に着いた時にはオリバーたちの出発準備はもうできていました。オリバー、トード、頑張れ、ダックが叫び、客車のアリスとミラベル、そして乗客たちもそれに続いて声援を送りました。みんな進むな、バックしろ、スクラフィーが小声で言いました。貨車たちはクスクス笑いながら順々にこの言葉を伝えていきました。オリバーはレールに砂を巻き、車輪を砂に食い込ませ力いっぱい引きました。スクラフィーがうなりました。連結器がきしみます。スクラフィーがオリバーと貨車の間で思いっきり引っ張られています。まずいよ。ダックは、行け、その調子、と叫びました。バラバラになっちゃう。スクラフィーの叫び声とともにバリバリバリッと裂ける音が響き、オリバーが前に飛び出ると、スクラフィーの前の部分がオリバーの後ろにバンとぶつかり、積み荷が線路にぶちまけられました。オリバー、お前は自分の力の強さを分かっとらんのか、トップハムハット卿が言うと、いえ、そういうわけじゃ、オリバーは困ったように言いました。トップハムハット卿はバラバラになったスクラフィーを調べて言いました。やっぱり木も腐っているし、鉄も錆びてる。だいぶ前から使い物にならなかったんだ。そう言ってオリバーにウィンクし、こうささやきました。このことは貨車たちに言ってはダメだぞ。見せしめにならんからな。そしてクスクス笑いながらスタスタ歩いて行ってしまいました。今ではオリバーは他の機関車たちが忙しい時だけ貨車を引きますが、貨車たちのお行儀はとても良くなりました。というのも貨車たちは、オリバーさんに気をつけろよ、すごく力が強いから、いたずらなんてしたら真っ二つにされちまうぞ、とお互いに注意し合っていたからです。